先生今日もよろしくお願いしますお願いしますちょっと今回ビジネスとは関係ないんですけども奨学金を借りてまで大学っていく価値があるんでしょうかなるほどね。結構ネガ,ネガティブなイメージが多いんですけどそうだね、はい、あの奨学金というとねなんか、ね、学生ローンと奨学金という名の借金ですよと学生のローンですよと で取り立てがなんか、ね、きついだとか奨学金による自己破産が1万5000人だとかその親子親戚なんかも道連れになったとかっていうネガティブなニュースがまあ目立つのでなんかねそのうわ奨学金ってうわーみたいな感じで考える。 方奨学,、ね、学金っていうのはもともと経済的な理由で大学に進学ができないその意欲がある学生に対して助けるものっていうのが奨学金ですよと、うん、学ぶねあの意思がある人にはその、ね、お,お金によってねその道が断たれるんではなくてそのねあの国がねちゃんとあのか お金を借りることによってできますよと大学へ進学することができますよっていうのがあるわけ、ね、で、まあ、僕の結論から言っちゃうと奨学金は借りるべきです、はい、もう絶対借りるべきだというふうに思います、はい、経済的な理由で大学に進学できないっていうふうになっちゃうとその子は高卒になってしまうわけだからそのせっかく、ね、その大卒大学行ったら大卒というその就職に超有利なカードを 手に入れるため要は、いい会社に就職しようと思ったら大卒っていうのはもう必要最低限の,そのハードルになってしまうわけ、ね、でその中で高卒っていうと結構、ね、いい会社には就職できない可能性がめちゃくちゃ高いわけですからだったら奨学金でも何でもいいのでとにかく借りて大卒というそのカードを、まあ、要はトランプでいうとジョーカーみたいなものになるからそれを手に入れるためにもう借りてでも行きましょうと。 でなぜかというと、大学というのはその投資で考えたら、最もリターンの高い投資だからですというのが僕の答えなのね、うん、例えば、高卒と大卒の障害賃金を比較すると、男性の場合、高卒だったら2億1370万円というふうに言われているわけね多分これは退職金とか含めた金額になってくると思うんだけど、大卒になると2億7210万円と、約6000万円の差が出てきますよと。 で女性の場合もその高卒で1億5200万円ですよとでも大卒になったら2億1570万という形でその男女とも高卒と大卒には約6000万円の,その賃金の差っていうのが開くわけね。6, 万よ 6000万も開くわけだからこれはもうやっぱりね大卒っていうカードを手に入れるためにもあの借金してでも何でもいいからやった方がいいよと借金も知れてるしね、うん、でまたその非正規社員とその正規社員と比較した時年収は生涯で1億円違うっていうふうにも言われてるわけね。 うん、だから非正規社員だと、障害年収が1億3000万というふうに言われているわけですから、まあ、そうなるとね、1億円違ってくるよっていうこと、ね、で、奨学金で借りる、要は借金する金額っていくらですかって言ったら、200万から300万ぐらいなわけね、350万とか、まあ、ちょっと医学部とかになってくると、もっと多くなってくるかもしれないけど、まあ、要は200万とか300万とか、まあ、まあ400万とかっていう話になってくると思うわけね。うん、そのの400万円の その投資金額に対して6000万から1億変わってくるわけよ <laughs>。これで300万ぐらいの投資をしないっていうのはもうありえないと。あまりにももったいないですし今やその18歳人口っていうか18歳の,その2人に1人高校卒業したら2人に1人はそのもう大学に進学するっていうふうに言われてるわけね実際2021年度の大学進学率っていうのは54.9%です。 54.9%よ。半数以上の人が大学に進学すると。で、短大専門学校を含めると、進学率は83.8%って言われてるわけね。みんな、あの高卒じゃないわけよ、ほとんど。<laughs> 8割の人は短大なり、その専門学校なり、何かしらの学校っていうか、進学していくっていう話ですから、その中で高卒で終わってしまうっていうのはね、 もう不利でしかない今のご時世、はい、高卒っていう時点で「え何この人?しう」みたいなふうになってしまうわけだしその僕の時と違ってね僕は90年代の大学っていうねあの形だったんですけど僕の時と違って僕の時で確か進学率ってあの大学行く人ってね 3割切ってたはずなんですよ26%か,なんかその辺だったとちょっと細かい数字忘れちゃったんですけど28%か,なんかその辺だったわけね4年生の大学へ進学する人っていうのはで世にはその浪人生がいっぱい溢れていたっていうわけね、まあ、あの僕の卒業した時っていうのは狭きもんと言われていたので学生の数は多いんだけど大学の数が少なかったっていう時代だからでしかも大学卒業した方が有利だっていう高卒で働くよりもね大卒の方が有利だっていうことだからその世には もうう人生が溢れててたっていう <laughs> 時代なわけよでも今は違いますよと2人に1人はもう大学行ってるわけだし、うん、高卒なんてもう不利でしかないしね何が何でも借金してでも何でもいいからとにかく大学には入学しましょうと、うん、その後の人生が大きく変わりますよっていうのを言いたい。うん、だけど でその発散するだとか、そのまあ、朝日新聞なんだけど、また,また朝日新聞みたいな感じなんだけど、奨学金で発散する人が1万5000人っていう、ショッキングなニュースがね、平成30年の,その朝日新聞で報道されたわけですよ。 うん、でこれってその、まあ、日本学生支援機構も奨学金の破産者数というのをホームページに公表したわけ、ねうん、で実際どういう公表されたかというとその平成24年度から平成28年度におけて自己破産したため奨学金の,その債務が面積になりましたもうし自己破産したために奨学金払わなくてもう済みますチャラになりましたみたいな人が、えー 合計、ね、8, 人いいたっていう話ねで連帯保証人が5499人で,で、えー、上記8108人のうち平成28年度に自己破産した人っていうのは2009人いますよとでこれって2009人っていうとあの返還した人その奨学金を借りた人が410万人いてるわけで、ね、410万人ですよ。 410万人のうちの2009件だから、実際は0.05%っていうふうに言われてるわけよ、うんその、破産したっていうのがね、0.05%なわけね、うん、でも,ものすごい少ないのよ、ものすごい少ないんだけど、それではニュースにならないから、みんなの目を引かないから、その大きな数字をドーンって出しているわけなんだけど、まあ、知れてるわけよ、99.5%のうち破産なんかしないわけね。うん でちなみに奨学金を受け取ろうとしたときに、保証人を選ぶ、選択することがあるんだけど、人的保証か、基幹保証っという、どちらかを選択しますよとで、人的保証っというのは、親だとかそのまあ親戚とかが保証人としてなりますよ、連邦人としてなりますよとで、基幹保証っというのはその学金、月々奨学金からもらう、その月々から、 その保証料を差し引いた金額、まあ、仮に例えばえ分かりやすく、5万円、5万円はそんなも,もらわないと思うけど、5万円の奨学金を月々もらいますよってなったら、その5万円のうちの金利の部分っていうのを、例えば5000円分をあの差し引いて、4万5000円として奨学金で払いますよと、で残りの5000円分はその保険料というかね、その,あの保証料として差し引きますみたいな感じになっているわけで、ね。 うん、でその破産した学生のうち、えー、人的保障要は親を連帯保証人にしている人っていうのは94.1%で期間保証を選択した学生っていうのは 5.9%しかその破産していないっていうことになってくるわけねだから破産が怖いんだったら期間保証を選択しましょうねっていうことね、うん、でちなみに奨学金を申し込んでいる人の保証人の選択っていうのは人的保証が53.3%で期間保証が46.7%とまあまあ半々なわけね 半々なんだけど、実際に破産している人のその保証は何を選んでいるかっていうと、人的保証を選んでいる人が多いですよっていうことになっているわけ。大学数が僕の時と比べて、もう倍以上に増えていますよと。 うんでえー、大学の18歳人口っていうのもお半数近く減っていますよと、学生が半分に減って、大学が倍以上に増えてるわけだから、大学がもうめちゃくちゃ余ってるわけね、で2018年度なんかは、その大学が倒産する時代がやってくるなんていうふうに言われていましたし、実際に廃校になっている、倒産しているだとか、まあ、合併している大学とかがありますよっていうことなので、まあ、大学も結局、経営として見たときに、まあ、もう今はね、 学生の数が減っているわけだから、もうすごいね荒波が来ているっていうことになってくるわけですよ。で、これだけ大学の数が増えてくると奨学金をもらっても。 奨学金をもらって、まあ、借金して大学に行ったとしても、意味がない大学っていうのがあるわけですね <laughs>、うん。じゃあ、そういう大学をどうやって見極めればいいんですかと、うん、僕は一つ、まあ、一つは偏差値で見るっていうのは一つあると思うのよ。で、まあ、一つは国立か国公立か私立かっていう、まあ、国立国公立なら全然 OK ですよと。問題なのはその私立、私立の大学ね、私立の大学がアホみたいに多いわけだから、でそこで選んだ大学があ,のあちゃーっていう大学の場合は、やっぱり、 その借金してまで行く価値のない大学になりますよということね、行ってはいけない NG 大学っていうのは、はい、どこで判断するのかって、はい、決してパンフレットで選んじゃいけませんと、<laughs> ね、あの就職率100%とか、あの嘘が、ね嘘っていうかね、その結構数字のトリックじゃないけど、ああ,あ,あいうのがあるわけですから、そういうのはあんまり信じちゃいけませんよと、国家資格合格率100%っていうのも、もう待て待て待てと、国家資格に合格できそうな人だけ受けさせるみたいなこともあるわけですから、 そういうのをちょっと待ってくれよという話ですそう、そういうのを信用してはいけませんよと。じゃあ何で選んだらいいのかっていうと、僕はさっき言った2つあって、1つがまあ偏差値ですよと。偏差値があんまりにも低い大学っていうのはちょっと考えた方がいいですよと。でもう1つは、その奨学金の,その延滞率っていうか、滞納率っていうのを調べるといいのかなというふうに思います。奨学金を滞納する大学が多い大学っていうのは、やっぱり、 もう言葉悪いですけどそのバカが多い大学かなというふうに思うわけねバカがいっぱいいる大学みたいなだって、えー、2人に1人以上は大学に進学するわけですよ で、えー、進学率83.8%とも言われてるわけね専門学校とか短大とかも含めるとじゃあさその賢い子たちは賢い大学行くけどそのそうでもないところってまあ日本が不景気だったから30年間高校卒業してから就職するよりかは大卒っていうカードを手に入れて就職した方がいいよねって考えるのはまあ当たり前だと思うのよでその時に何でもいいから不景気だし就職先ないしとにかく何でもいいから大学行こうみたいな学生が多いと思うわけねでその時にあの大学もまあ要はある意味ビジネス ビジネスになってくるわけだし、定員を半数以下になってしまうと、補助金がカットされるとかってあるから、何が何でも集めたいわけね、何が何でも集めたいっていう中で、奨学金ももちろん OK なんだけど、奨学金を滞納する学生が多い大学っていうのは、あまりいい大学とは言えない大学かなと、僕はそこで判断しています。はい、で、大学が、ね、あ,るあるわけですよ。<laughs> でもねあのまあ、1位からねあの、まあい、いっぱいあります。はい でまあ、これもちょっと概要欄に載せておきますので、まあ、それ見ていただければなというふうに思います。うんで、昔ね、その東洋経済が独自データで公表した奨学金を滞納する NG 大学というのも発表しています。 はい、なんかねあの市政館大学、山口県、市政館っていうのかな、ちょっと名前が間違ったらごめんなさいなんですけど、これは9.93%って言われてるわけで、次、三重県の鈴鹿大学、7.32%、はい、<laughs> 次、これ、東大阪大学っていうのかな、大阪にある大学なんですけど、7.28%、沖縄大学が6.66%で、芦ア屋ア大学っていう兵庫県の大学は6.45%、日本経済大学、福岡県が5.52%ですよ。サイバー大大学学っっていう大学もある全然知らんかったその <laughs> 新ししくできた大学なんんかもしれませんけど 5%, 5以上あるわけですよ、その滞納している人っていうのはね。で、2つ目,2つ目というか、もう1個が日本学生機構、JASO が公開した奨学金を滞納する NG 大学っていうのがありますよとで、この第1位がすごい 22.、22.61%もいてるんでね、こ何かというと、日本ウェルネススポーツ大学っていう <laughs>、ちょっと僕あんまり聞いたことない大学なんですけど、22.61%、すごいよね。 能率が半端ない、うん、で第2位が鈴鹿大学で10%、<laughs> ひどいなみたいな、3位が九州情報大学で9.6%で、4位が市政官大学、9.35%、さっきの東大阪とか、東京紀徳教大学っていうのかな、9.2%、サイバー大学とか、愛知文教大学っていうのもありますし、7.14%とかね、まあ、いろいろあるわけですよ。 こういうのを調べてこれまだあのリンクで貼ってる見て,おく見ていただければまあ,ありますから見てもらえればなと思うんですけどこれがねやっぱあーって思いますね思いますはい。 あのいい、ね、学生たちがわーっていてるんでしょうけど実際は行ってみたらパンフレットにはなんかね良さそうな感じに写真写ってても実際行ってみたらやからみたいな,もう、ね、なんか悪そうな奴らがいっぱいおるみたいな感じなんかなとちょっと分かんないですよもう僕はあの大学卒業してからちょっと20年以上経ってるんで分かんないんですけどあのまあそんなんが多くなってるのかなっていうふうに思いますはいで実際私立大学のパンフレットに載っている人たちっていうのは あのタレントですからね <laughs> モデルさんですよあれ <laughs> 実際にその実際の学生をパンフレットに載せるっていう大学も増えてきたそうですがほとんどはあのタレントさんというかモデルの人は分かりが多いですよとで外国人の方もそのギャラ払って取ってもらってるっていう方ですから <laughs> 気をつけましょうねみたいなじゃあ,あのさっき言ってた20%とか 10%5% 以上あったらもう相当なもんだなっていうふうに言ってたんですけど通常奨学金の滞納率っていうのははい 何パーセントぐらいだと思いますか、ジャさん、滞納率、あの奨学金を滞納する人、全部の大学の中で、とあの大学をその計算すると滞納率何パーセントぐらいになると思いますか。0.5パーセントぐらいですかあ。そんなに低くないな。<laughs> そこまで低くないな。うん。あのちなみにね1.42パーセントというふうに言われています。はい。国立大学に入って滞納する人っていうのは0.68パーセント。 で公立大学、県立大学に入って滞納する人は0.86%、まあ、1%切ってるわけね、国公立大学に入って奨学金を滞納する人っていうのは、多分やっぱ国公立に入るってことは、やっぱそれなりのいい就職先があるっていうことかなっていうふうに思います、その300万、400万の借金を全部チャラにできるぐらいの、まあ、いい大学にあ、いい会社に入れるっていうのが、やっぱ国公立かなというふうに思います。じゃあ、私立の大学っていうのは、私立の大学で滞納する人、計算したら1.62%よ。 うん、私立の大学でも奨学金を延滞する人って1.6%ぐらいしかいないわけ98.48% 9 9の人はちゃんと返してるわけね98%の人はちゃんと返してるわけよなのに残りの1.62%っていうのはやっぱあの返済あ延滞してしまう返済ができないとか破産するっていう方が多いのかなじゃあそこのその 1. 何のうちの 見てみると、はい、1位がみたいなあの日本ウェルネススポーツ大学、2位が鈴鹿大学とか出てくるわけね、うんまたひどいなみたいな感じなわけですよ、うでこういう奨学金の滞納率が、まあ、要はもう5%を超えるっていうとさ、その普通は1%ぐらいなのに5%を超えるっていうのは、柄の悪い輩が多い大学なのか、通常よりもはるかにばカが多い大学かっていうことになってくるわけじゃない。 うん、なんか20%とか10%なんかを超える大学っていうのは、あのスポーツ大学に関する、まあ、ちょっと違うのかもしれないけど、まあ、分かんないんですけど、まあ言葉悪いですけど、語弊を恐れずに言うと、その普通の大学に比べて、バカと遭遇する確率が10倍、20倍と多い大学だっていうことだと思うわけですよ、うんまあ、その奨学金位の率は5%とかね、4%とか5%でも、4倍、5倍にあの当たるんじゃないのかなって思うわけね、バカに会う確率っていうのはね。 普通は1%ぐらいですから、それから5%とか10%とかになってくると、ね、5倍、10倍の確率でやっぱバカと出会う、その大学内でね、大学内でバカと出会う確率が高いのかなっていうふうにもあります。うんでちなみにあの 能者ゼロっていう大学もあるわけねやっぱやっぱ医,療医療の、ね、大学とか行っていらっしゃる方はやっぱすごいなというふうに思います。奨学金滞納率ゼロ,ゼロ人っていうのもありますからね、まあ、コロナだとか、まあ、少し前、十何年前とかになってくるとそのリーマンショックとかねいろいろ経済って10年、20年ごとに対してドーンと下がったりする時期があります。で日本は30年間ずっと失われていたというふうにも言われていますし世界の先進国と比べてものすごい賃金が低い国とううなってしまったわけですね。う で経済的に苦しいご家庭が昔と比べて多くなったと思います、僕の時っていうのは90年代になって、まだマシだったかなって、バブルがはじけたっていうふうにも言われていたんだけど、まだマシだったのかなというふうに思いますけど、今はもうね、ずっと経済が停滞しているっていうわけですから。まあ あの経済的にね、やっぱ厳しい、きついとか、リストラになったとかっていうのがあると思います、ね、昔と比べて。うんで、なんだけど、だけど、大卒というカードを手に入れるためにも、あの、ね、障害年収が6000万から1億円アップするためにも、奨学金をもらって、もちろんもらえる給付金もあれば、あのね、あの、太陽って言って返す、返済するやつもあるんですけど、借金でも何でもいいから、とにかくいい大学に行きましょうと。うん、いい大学ですよ。 <laughs> さっきの滞納、ね、率がやたら高いところには行かない方がいいと思います、はい、行っちゃだめですと僕は言いたいですね、はい、逆にね、その大学の方にはちょっと申し訳ないんですけど、あ難しいなと、うん、だってブラック大学ってあるらしいよ、ブラック企業ならぬブラック大学よ。 もう私立あるらしいです。はい、教授先生のその賃金もやたら低くてなんかもうや,やらせるとか。そのバスの送迎なんかもやらせるとか。なんかそういう大学もあるらしいんですよ。はい、僕はちょっと専門家じゃないので。 あのまあ本を読んだ知識だとかそのネットの知識とかになってくるんですけどもほとんど本,本の知識なんですけどねこの本を読んでなるほどとか思ってたんですけどそんなんがあるんだともう僕の時とはえらい違うんだなっていうのを再確認させてもらったんですね。奨学金金金っってて借金だ借だだとか言って言うけど あのそんなもん,大したもん、大したもんじゃないよ、そんなの。うん、だって6000万から1億アップするのよ。うん、それに対して250万から300万の借金でしょ。その知れてるって、そんなん利息なんてもう超低金利だし、そんなのは。<laughs> やらんといかんぞと、うん。絶対やるべきだと思います。はい、でなんでかっていうとある意味 その例えば親だとか地元だとかいろんな意味での,その負の連鎖っていうのを断ち切るチャンスでもあるわけですからそういうのを断ち切って、ね、行きましょうねとであの例えば、うちみたいな、ね、滋賀県とかだと田舎になっちゃいますからその田舎から東京に憧れるっていうのも分かるんですけどそれでちょっと、ね、負担がかなりでかくなりますから国公立の田舎のあの国公立の大学行けばあのいいかなと思うんですよで大学はそれで4年間ですからその4年間過ごしてで残りの生涯 をそのただ東京とか都会の方へ行って働きに行けばいいのかなとね東京とかいい会社っていうのは国公立大学の卒業生っていうのはやっぱり私立と比べていいよっていう風になりますからねやっぱりいい学生が多いのは国公立ですよ。経済的な理由とかで あの都会へ行けなくて地元の国公立へ行くっていう地頭のいい学生がいるのはやっぱ国公立ですからねやっぱ普通の企業って考えたら国公立の大学がいいなっていうふうに思うわけですよ私立のわけわからん大学のやつを採用するよりかは国公立の大学の子を採用した方が絶対に、ね、地頭がいいしある程度のリテラシーはあるっていうことで入ってこれるわけですからねそれはもう絶対あると思います学歴のフィルターっていうのは絶対ありますから国公立入ったらどうもないと思いますからねぜひぜひ国公立大学学いうかね奨金 採取ってでも大学に行く価値は全然ありますからぜひ行きましょうねと言いたいですね辻先生今日もありがとうございましたありがとうございます